そういえば、あの、先週ね、金曜日、鶴瓶師匠の大阪ね、あの、大阪行きましね、無学の会というね、鶴瓶師匠が月一でやってるね、ライブがあるんですけど、楽しかったですね。我々呼んでいただいて。ほんまや。漫才やって。楽しかっただよ、ほんま。え、なんなんで。漫才やってね、で、その後、まあ、フリートークで、まあ、1時間半ぐらい。結構喋ってたよね。止まんなくなっちゃったね。 三人で。うん、で、お客さんもね、大喜びして,喜びして,て喜びしてくれて。嬉しかったですね。で、そう終わってね、その後、<う>あ,あの、打ち上げで、まあ、つべしょうが飲みに連れてってくれたって。すかっ、ね、それがさ、あの、大阪のね、こう、街中っていうのは、まあ、 どまあ、道頓堀ではないんだけど、まあ、ああいう川とか運河とか結構多いじゃないですか、そのうなんですよね。で、そういう、こう、ある一つ川沿いのところに、割と洒落たね、バーみたいなのが結構何軒かあってカフェというかね。そ<う>カフェバーそう,そう。で、その、その、並んでいる、その川沿いの側に、船が浮かべてん、ね、あって。 で、その船も実は、ポンポン船みたいなやつね。そう。ちゃんとテーブルがあって、椅子があって、そ,そこで、まあ、飲み食いもできるんですよ。だからちょっと洒落て言うんですよ。水上で、あ,ね、あのー、 お酒飲んで、みたいな、そういう、夜ね。そういうとこだね。よかったね。で、わ、これすごで、これ動くんすかねいや、これあの、たまにはね、ここ、川をね、行くんですよ、みたいな会話しながら、え、すごいっすね。で、まあ、僕らね、す馴染みの。そう。いや迷ったんや、あの、和食もあれやけど、まあ、こういうとこあんま来ないやろうから、どうや、つい。いや、もう、すごい、最高っすよ、って気持ちいいし、夜、ね、そんな暑くなくて、風が気持ちいい感じで。そしたら、 すべしょがなおーどらしてんまんねみたいんで言って、誰かなとパッて見たら、ザ・ボンチのおさむしょ。おさむちゃん。おさむちゃんがプライベートでよく来るらしいんだけど、<laughs> 来てね。驚いた、ね。ああ、どうもどうも、あの爆笑問題です。なんつって、うん、俺はね、びっくりして。うん、で、そこで一緒にまあ飲み食いするって、みたいになった時に、突然ね、ボンチのおさむしょが、じゃあ、出そうかみたいな。あんなにするでみたいな。<laughs> <laughs> あんなするでとか言い出して、えと思ったら、 師匠、操縦できるんですかそれやっとるんだよ、って。そう。いきなり、その船を、あの、長野師匠が操縦しだしたんでね。そうですよ、だから。<laughs> そう。あれ、大丈夫なんですか、うん、みたいなこと言ってて。大丈夫や。大丈夫や。まあ、確かにお酒も飲んでないのよ、ね。うん、師匠、来て。うん、あできるんですかそう、ちょっとやってて、練習してて、なんて。だから、当然免許持ったんだよ。うん、そういうね、ちゃ、うん免許持ってて。うんうん それでね、その後その川をずーっと。一回りしてくれたんね。してくれたんだよ。これがさ、もう気持ちいい。まあ行ってみたら、ね、ほら、隅田川の館船みたいな感覚ですよ、行、うん、ってみたら。まあ、うん、あんなに広い川でもないしね。で、屋根もない、もう本当にこう。楽しかったな。ね、あの、ただの船ですからね、うん、ポンポン船みたいなやつやで、ボーっ行って、すっごい楽しくてね。うんうん、ところがさ、満潮みたいなところ、ろ海近いから。橋ね。橋がいっぱいかかってんだけど。うん 端、あれ、くぐれっかみたいな感じリ毎回ギレギレなんだよね。で、もう、鶴瓶師匠とかも、いや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 、あれは無理やろみたいな。いいじゃん、や,やめな、あれやめな。いや、もう無理やろ、みたいにな,なってんだけど、<laughs> んー、いや、大丈夫、あれは大丈夫や。あの、端っこはアウトやけど、真ん中通りは大丈夫。<laughs> <laughs> 確かに、端ってちょっとこうね、<laughs> アーチ状になってんだけど、真ん中だったら大丈夫だ、みたいな話になって、もう怖くてね。<laughs> うん、で、行くとさ、で、俺らはまあ、 座ってるわけじゃないですか。ところが、あの、おさむしは立っ,立ってやってる、ね、操縦してるからね。で、立ってんだけど、橋来るとおさむしろも身をかからないといけないような。ー<て>ああ、大丈夫や、大丈夫やなってやってやってるわけよ。おさむしろってね、結構あの、 みたいなあの感じのあれ病気なんです。ああってなっちゃうんですよ。ああし。俺みんな心の中でドキドキしながらいや大丈夫って俺らはこうやってか大丈夫であんたが一番心配だ。頭激突。危ないよ。大丈夫かな。もう本当怖くてね。怖かったね。もうそれが怖くてさあ。だよ。だよ。 あハ <laughs> 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 とかと。おさむちゃんだー、だ。とかやってくれんのよ。師匠、いいんですか師匠、それやんなくていいから、やんなくていいもうお願いだから、やめて面白いね。<laughs> 面白かったね。<laughs> 楽しかったわ、本当に,に、ね。いいかまぶつけたことあるっつってたもんな。ああ、そうです。<laughs> うん。言ってた。昔な。そう。でも、まあ、でも、あの、運転はすごいうまいのね。名人でしたね。 もう、もう帰ってきて、またね、元のところに船をつけるな時ももう一発。うまくなったもんやったよね、店のマスターも。昔はガンガンぶつけてガンガンてやって。一回これ折れたんだよな、みたいなで。そうそうそう。で、あーってなって、なんかあの、掃除、掃、掃除だ。そうそう、の棒から。棒、取れちゃそう、取れちゃったこと。あーってなっあーってなった。取れちゃった。よく免許取れたよって話。あれあの、 そんなうなな奴がおるねん、つってね。うんうん、電車の中で。うん、だ一番危ないのは電車の中で、あっ,って言ってる奴がもう一人来た時に、それを見てると、こっちもあってなる、ね。見 <laughs> ちゃいかん、見ちゃいかん。見ちゃいかん、見ちゃいかあって聞こえてきたあって最高すて。<laughs> そんな話ありみたいな。<laughs> 面白いね。ね面白かったね。<laughs>